ジョアン・ベイロ級フリゲートはポルトガル海軍のフリゲートであるコマンダン・ジョアン・ベイロとも本級はフランスのコマンダン・リビエル級フリゲートの設計を採用している建造はフランスで行われ4隻が収益した1970年代植民地が相次いで独立を宣言し植民地戦争を戦っていた頃はアフリカ沿岸に出撃している 1990年代中盤には近代化改修が行われた。この改修は下記の内容を含んでいた。なお、関西機の運用設備の設置も考慮されていたが、コスト面の問題から最終的に断念された。3番艦、コマンダン、ロベルト・イバンスが事故によって早期退役した以外は、3ともに0年代の中盤内市後半まで収益を継続した後、 オランダより購入した中古のカレルドールマン級フリーゲートによって代替されて2008年までに運用を終了した。退役艦のうち2隻はウルグアイ海軍において最終役している。ありがとうございます。